あ、でっかいのおるね。多分でかいのおる。分からんけど。ということでしょ。ハエが月よハエが。飛び出しとうやん。カマスが。ああ、全部振動やん。俺の泳がせできんやんこれ。大丈夫、私が今釣れてる。おお、そんな簡単に釣れるの？怖っ。うわ、ほんとすごいね、ママちゃん。あ、それいいね、泳がせサイズやん。釣り際に行きかけよってからね、うん、面白いんですけど、ほらこれ、はい、これ私がお土産であげたやつじゃないですか。そう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 、これ冗談やけど、すごいとって味子みたいな。すごくない？気持ち悪いとか思って、アジゴがおるとか思ってから。めっちゃリアル。大きな魚がアジに見てるんですかね、このプリントで。はい、誰がいい？ほら。いや、はい。何十グラム？30。30。一番いいとこ取ったね。使ってみて、それ。はい、やってみます。いや、めっちゃ可愛い、そして。またカマス持ってきて。これすごくない？これアジゴみたい。ね、めっちゃリアルよね、これね。めっちゃ釣れそう。全然魂、ここにもう何もないね。禁止って感じ。ちょっと食われるの待っとこうよ、これ見ながら。来るじゃない、大物が。ここは多分来ない。夕まずめになったら女性が来ようよ。なんだその声は。お久しぶりですね。鮫島さんやないですか。鮫島さんにも会うとは。ほんと。来てもらえると嬉しいですね。会うとですね。いや、もうみんなに会えて嬉しいですよ。もう久しぶりやけん。釣りやってました。やってました。この間も朝まずめで。ああ、ちょっとカマス。カマスじゃないです。何釣ったんですか。そんな鮫島さん、今日買ってきたジゴをあげましょう、はい、本当ですか。はい、40g。 ありがとうございます。大事に使わせていただきます。久しぶりに会ったっていうこと。あ、リトルジャックのこれ欲しかったんです。本当？はい、知っとと？知ってます。魚が売っとうとか思ったらジグやったみたいな。以前からこういうのあるっていうのを聞いてて、うん、探しもなかったからもう諦めとったんですよ。そしたらもらったんでやったっ。ちょっと使ってみてくださいっていうか、はい、別にあの宣伝でも何でもないんですけどですね。僕もこれ面白いなと思って買っちゃったっけ。なんか間違って食べようとしようがないです。そうそうね。今日はやっぱカマスを釣り行きたいですか。カマスかアジかって。あ、アジか、はい。いやいやいや、みんなが釣りを後ろでから化粧してくるのが好きやねと思って。このアジゴみたいなジグを使ってみたいと思います。そうで、うん、釣れそう。魚好きそうですけどね、これ豆味。来ました、一撃で来たよ、一撃で。おお、来た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 、重いよ、結構引きよ。おお、すげえすげえ、やっぱアジゴカラーやね。すごいよ、何回な。何でしょう、何でしょう。ほらほらほら、来た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 。さっきのジグ、あら、引っかかっとうだけか。アジゴにカマスが来たよ。すごいね。すごい。ね、やっぱアジゴ好きちゃうね、豆味。何でも釣れるよ。ほら、泳がせしなっせ。違うのも釣れんかな。もう3袋目ですね、これ。すごいね。ハマちゃん、ビッグウキやん。泳がせカマスの泳がせタマちゃん始まってます。今日こそタマちゃんで大物を絡まった。なんか上手になってそう。いや、もう相変わらず。うわ、もう揃えてますね。結構揃えました。派手ですね。なんかいろいろ教えてもらいながらこう自分で集めてって。でこの刺しのがまだ苦手で、この向きでいいとかいいなとか思ったりしながらやってる。鮫島さんです。なんとかうまく刺さりました。久しぶりに映すような気がするな。足取り軽いですね。風強いですね。お味こんかな。いや、鮫島さんに連れてほしいなって僕は願ってますよ。頑張ります。もうやめたんですか釣り。いや、やめてないです。え、やめて、休憩ですか。久しぶり歩いたけど、もう日が暮れるから、うん、釣り寄る釣り寄る。でかいね、それも。忙しいね。キャ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 。あー、クソ取れた。もうやっぱジグやない方がいいとかいな。
おお、なんかこっちも来た。はいよ。で、こ、大きいよこれ。大きいよ。バリ曲がり。このロット曲がるな。めっちゃ曲がる。わあ、来た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 。よっしゃ、来た。よし、いいカマス、いいカマスが来た。これなんか使います？使っていいですか？そう、じゃあ、おけちゃんのために例えよ。さっきから何匹使いようとカマス。早い、早いね、持っていくのが。あれ、もうカマスおらんと？フルパワーで泳いでくれないんですよ。よくわからんけど、言ってる意味がよくわからんけど、ちょっとカマスを巻き餌にしてない？ちゃんと泳いでてますから、ね、ほんと、それ巻き餌って言うてよ。こっち釣って、あっちに。ママちゃん、アジゴ釣って、アジゴ。もうアジゴがいい、カマスより。もうなん、あ、来た来た。おい、カマス以外、カマス以外。お、あ、アジゴや、アジゴ、アジゴ、これこれが僕欲しかったんですよ、サメジマさん。あ、はあ、これを動かしたいなと思って。あ、あげましょうか。アジゴの方、はい、いいですか？はい、はい、また引き続きお願いします。はい、よし、アジゴ釣れたよ、アジゴ釣れたよ。はい、サメジマさんの愛のアジを。エスカレーターの泳がせ、いってらっしゃい。また来ましたよ、アジ。すごーい。上手。これがね、これがねな、何匹使った今日？10位とろ。あの、自分家で食べる分も全然釣ってくださいね。また取り寄ろう。お、自分で釣りよう今度は。乗りに乗ってるね。なんで絆創膏があるのかなと思ってですね、このところ。マスキングテープ。いや、怪我しちゃうのかなとか思って。海にも魚にも竿にも優しい人だ。何十匹ね。19。手慣れと。もうさ、上着持ってきとるけ寒いですよ。なるほど、なるほど。また明日。本当来てくれるんですか？来ますよ。じゃあ、違う場所で。はい、さよかさん、バイバイ。サメジマさん、違う堤防に来てもらうことはできますか？できます。あ、できます？あっさりと。もう暗くなってますよ。まだやってるんですか？これをやってみたいと思います。あ、嘘やろ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、カマス、本当だ、すごいよ。ちょっと待ちいいよ、ちょっと待ちいいよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もうちょっと待ち。タモは持っていきよ。ちょ、あ、ちょっと待ってください、待ってください。なんでそんなこだわりがあると？あわさあわさんにこんだけ人呼んどうけんね。早い早い早い。めっちゃ緊張する。おー、来た。おけまらやる。おけまら、いや、すごいね、すごいね。何だろう、青もんっぽい。いや、なんかそこまで、いや、引いてます。どっち？バリバカってるな。すげえ、おけちゃんすげえ、やるやる聞いたけど、すごい。え、何の仕掛け、何の仕掛け言って。あ、来た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 、バシャバシャいいよ。来たね、おけまらい、すごいね。バシャバシャいいよやん。わ、それ最悪。カマスの泳がせ釣りにやりました。来た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 。はい、持ってきて持ってきて持ってきて。あ、来た来た来た、ギラギラしよう。あれ、カマスやなかろう、届かんと思う。何これ、何これ、なんか何これ。あ、届かんや。下回してくれる？ちょっと俺の中あるちゃんね、大丈夫。ちょっとぐるっと回って、あの、下をくぐってくれたら待っとくよ、下で。届かんや。そうそう、あの、その俺の仕掛けの下をくぐって、大丈夫大丈夫、はい、くぐったら大丈夫。そこ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 、お、くぐったくぐった。
さすがおけちゃん持ってきた。よし、完璧よ。完璧よ。チームプレイでいこう、チームプレイ。ご飯が来た、ご飯が。よしよしよし、何の魚？うわ、シーバスやないとこれ。でかいぜ。シーバス来いよ。カマス食ってるよ。カマス食ってるよ。何これ？カマスが見えたけど、カマスがめっちゃでかくなったと。わわわ、くる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 。よしよし。来た。俺のもんやぜ。俺のもんや。俺のもん。俺のもんや。俺のもんよ。俺のもん。うわ、来た。あー、よけて。うわ、見えてた。これ何？スズキ？シーバス？普通じゃないよ、なんか。うわ、カマス来るっちゃね。すげえ、オケちゃん。あったー、やっちゃった、これ。カマスも生きとうやん、ブリッド。すごいね。20匹ぐらい使った感じあるね。お、でっか。やった、オケちゃん。かっこいい。ヒヤスズキやないよね。これ、丸ですね。丸か。くそー。ヒヤって嬉しかったけどね。でかいね。じゃあ持ってきて。2、4、6。わあ、すごい。80ぐらいで、80ぐらいあるよ。2、4、6%やろ。いいやろ。やったやった。ちょっと測ってみよう。おけちゃんやるね。動画史上初おけまらいが釣ったの。あれ。おけまらいの時代がやってきた。ねえ、やったやったよ、おけちゃん。こんなことになった。すごい。よし、待って。でかいね。よし、測ってみよう。始まる。あれ。あー、ない。あー、リリースリリースや。70。70かー。フッコやね、フッコ。厳しいですね。今日は特別にいっぱい言っていいよ。言っていいよ。いや、すいません、いっぱい言う日はないですよ。ちょっと次投げないといけない。嬉しいじゃろうね。おめでとう。めちゃくちゃうまかったんですよ。おめでとう。ソーシャルディスタンス男が。そうでしたね。気を使ったんです。気遣いね。やったー。で、次回。次回もう一本釣ります。